はい、おはようございます。今日も、YouTube で今日はね、3枚引き3枚ご用意したので、この中からお好きなカードをお選びいただけます。はい、こちらが1、こちらが2、こちらが3です。もしあれだったらね、ちょっと止めて決めてください。はい、じゃあ早速1枚目からオープンしますね。はい、私も1番を選びました。はい、見えますか。はい、ユニコーンが出ました。真っ白いね、綺麗なこの角があってユニコーンなんですけど、白ってね、純潔とかあと誠実さとか表しますけど、このね、意味は自分を信じるとかね、今の流れを信じて身を任せときましょうっていうカードです。はい、はい、ユニコーンね、好きな人このカード引かれたらね、大喜びかもしれないですけど、はい、私もちょっと嬉しかったです。はい、2枚目のカードを引いた方、選んだ方は、はい、こちらドレスリハーサルですね。これ舞台稽古ですね、こう練習してますよね。はい、まあ、今ね、いろいろなんていうのかな、そう、この意味はね、方向転換とか練習とかのリハーサルとかね、そういう意味なんですけど、今ね、強制的に方向転換しないといけなくなる状況とかがね、増えてますけど、まあ、頭でも考えるより、こう体を動かしましょう、まあ、行動を起こしましょうっていう意味でもあると思うんですね。はい、方向転換、まあ、早めに切り替えて動くという意味でもあります。はい、これ裏返してた。はい、じゃあ3枚目を選んだ方は、じゃん、これはレディースマントルですね。はい、あ、今日のねカードは私がカードリーダーになるきっかけになったね、デッキを使って、カードを使ってますけどね。はい、夢の中からこう夢のメッセージみたいなのをこうね、ご紹介してるんですけど、これカニ座っぽいですよね。レディースマントルってね、レディーがついて、母親とかね、女性性とかを意味すると思うんですけどね、この植物が。あと昔ではこう錬金術ってね、アルケミーを起こすのにこう使ってた薬草だそうです。はい、これもまあ、カニ座ってね、月が支配星なんで、まあ、やっぱり月って母親を表すんで、やっぱ母親との関係とかね、女性性の関係とかをね、癒すっていう、まあ、男性でも女性性ってありますけど、育むようなね、気持ちとか愛情とかをね、こう癒すっていう意味ですよね。はい、あとまあ地球もね、母なる大地って言いますから、ちょっとこう自然と触れ合うとかね、してみられたらいいと思いますよ。はい、ではデッキ裏を最後、じゃん、これはね、パストライフって、これも過去生ですよね。だからやっぱりカニ座の新月がね、21日なんで、それまでにいろいろ癒さないといけない。これはカニといえばね、ご先祖様とか、あとご家族とかね、身近な親しい関係の人との、未解決なね、ところを解消しましょうとか、不調和なところを解消しましょうっていう意味ですね。まだまだちょっとそういう新月にね向けて、ちょっと自分で気になるような、調和してないなっていう部分があれば、気持ちだけでもこうね、手放していくようにしてください。はい、じゃあ今日3枚引きでお届けします。さっきちょっと途中で言ったけど、これですね、エンジェルドリームってね。はい、私がね、結構夢をよく見て、今日もね、たくさん寝たので夢をいっぱい見たんですけど、夢からもね、いろいろメッセージがありますのでね、よかったら夢
夢にも注目してみてください。今日はバナナスムージーです。はい、終わったらこれを飲みますけど、もうちょっとね声が高かったらいいんですけど、すいません、いつも低い声でねお届けしてますけど、今日も素敵な一日をお過ごしください。はい、失礼いたします。